んじゃと、まです。さあ、今回なんですけど、強敵ダブルゼータ進撃の巨人エレン倒していきましょう。エレンはね、イベント終わってからも使う強いキャラだからね、ゲットしておいた方がいいかな、本当に。で、一番最初に重要なこと言うけど、これ封印ね、はい、いつも通りの封印。まあ俺は5までやったんだけど、おはじき9回ね。ただ今回おはじき9回までやる必要なしっていうか、おはじき9回までやってもあんま意味ないよ。この1個前のね、おはじき7回で OK。 7回で OK です。だから、7回だったらワンチャンあるでしょ。9回はさ、相当きついけど、7回だったらチャンスはさ、みんなあると思うから、7回でいいです。で、一応、理由、説明する？いらない？まあ、説明するか。まあ、説明すると、まあまあ、もうね、やってる人はわかると思うけど、おはじき9回やるとね、まあ、いつも通り、この、ジークの Z ランクっていうのがもらえるんよ。誰か知らんけど、ジークっていうのがもらえて、これがめちゃめちゃ弱いっす。本当に弱い。もういらないレベル。まあ、ていうかいらない。いらないよ。まあ後で使うけど、これ本当いらないから、なんて言うんだろう、おはじき9回やっても意味ないよね。まあ封印があるけど、この反撃ダメージを減らすっていう。ただ反撃ダメージを減らすって、別にあのダメージカット打てば大丈夫だから、本当におはじき9回やる意味ないよ。だから、この封印4つ目までかな。おはじき7回で OK というのをちょっとね、先に言っとくわ。忘れたら大変だからね。てな感じで、早速行きましょう。4パターンぐらいやるけど、まず一番簡単な倒し方。簡単な倒し方ね。もう誰が見てもわかる。右ね。ガチャのダブルゼータ怖いやつアルミンとトリプルゼータリヴァイ。これ両方入ってるやつね。両方入ってるやつです。まあこれはもうパパパーっといけばいいかな。はい、早速いきまーす。いきましょう。ゴー、まあ、封印5個までやっちゃったけど、封印4個のつもりでやるから大丈夫です。はい、大丈夫です。いきましょう。まあ反撃以外は一緒だからね。HP も一緒です。480万と。いった感じで、まあ、頑張りましょうって感じかな。行きましょう。ゴー、まあ、パーティーも、割といつも通りかな。はい、ダメージカット入れて、攻撃力アップを2体入れて、みたいな。もう最近やってる人からしたら、ああ、またこのパターンか、みたいな感じな気はするけど。だからそんな急がなくていい。そんな急がなくていいかな。で、この、怖い方ね。怖い方のアルミンかな。アルミンの方が、あれだからね。あの超強いからね。ランクと逆だから、その辺気をつけてね。アルミンの方が超強くて、リヴァイの方が、まあまあまあ強いみたいな感じだからね。これいけるかな？まあいけるか。はい。一応封印4と思ってやるからダメージカット打つね。で、犬打って、これで膨らんで、もういつも通りね。はい。美人な姉ちゃん。で、これ打つと。なぎ払い。で、あのね、これじゃちょっと足りないよ、確か。あ、これ450でしょ？ちょっと足りないでしょ？あの、20万ぐらい足りないよ。20万ぐらい足りないから、まあ、リヴァイ。ああ、やばい！それはやばい！ああ、やばい！ああ、大丈夫かな？まあ、リヴァイか、アルミ、もう一回撃つって感じか？で、倒せるといった感じです。おげー、おげー。帰ってきたね。まあ、これはいいかな。もう何度も言うけど、封印4でも全然いけるし、上手い人だったら封印3とかで、封印2とか、そんなんでもいけるレベル。いけるレベルでーす。どんどん厳しくなってきまーす。デクスティ。次は、怖い怖い、アルミのみ。いきましょう。これも勝てるチャンスは全然あるかな。ちょっと他のやつは変えてみた。あのちょっと変えてみた。攻撃力アップ3体にしたけど、まあまあ別に2体でもいいけど、まあ、3体でやります。あ、これももちろん封印4でいけるからね。おはじき7回でいけるから、ね、うん、まあおはじき9回も7回も反撃ダメージだけだからね、そんな変わんないんちゃ変わんないんだよね。はい、やっていきます。これもまあいつもさっきよりまあダメージは食らうからね。
ダメージは食らうから、まあ、それなりに急いだ方がいいけど。これあれね、一番左の、この変なやつ、ガチャの、外れとは言わないけど、言ってるか。これ、ジミナディーヌ、これあれだからね。ダメージカットだから、ね、ちょっと、バタンキュー。まあ、バタンキューの方がいいんだけど、せっかくだからちょっと入れてみたわ。大丈夫か？でも HP 余裕あるな。余裕ある。まだまだ全然余裕ある。全然余裕ある。でも、ちょっときついな。ちょっときつくない？ちょっときつ、これもあなたのため？本当に？これ大丈夫？これ大丈夫？そこは？やばい、おまっちゃん G じゃない。大変。それは大変。これまだダメージカット効いてるよ。効いてるね。オッケーオッケーオッケー。これで多分倒せると思う。これで多分倒せると思うよ。おまっちゃん G じゃなかったけど、ほら、400、500、ギリギリ。ギリギリ。しかもダメージカット効いてたから。封印4個で反撃でかくても大丈夫です。意味わかるかな？ちょっとごめん、ややこしいけどね。封印5個までやっちゃったから。はい。まあ、これでもいけるかなっていう。アルミン持ってればチャンスありだね。それだ。チャンスありだわ。流れ的に次はわかるでしょう。トリプルゼータ。リヴァイのみ。正直言うわ。この辺から怪しくなってくるね。怪しくなってくる。封印4でも勝てんのかなみたいな。怪しくなってきます。はい。ちょっと割と強めのパーティーにしてるけど、とりあえずやっていきましょう。ゴー。いや、どうかな、まあ、封印5までやれば勝てると思うけど、4だと怪しいかもしれない。この辺きついんだよね。やっぱアルミンなんだよね。まあ、さっきも言ったけど。アルミンいないとちょっと怪しくなってくるんだよね。黒いの多いから気をつけろよ。黒いの多いぞ。まあ、祭りのビリメロがすぐ溜まると。で、犬も、まあ、いい感じと。クリュー多いな。多いな、おい。これいらなかったかな。多いな、おい。で、これ闇マロね。ちょっと待って、これ闇マロいなくない ?S ランク。S ランク闇マロ。S ランク闇マロ。ナイス！ゆっくりで大丈夫よ。そうだよ。早く雑よりゆっくり丁寧。早く雑よりゆっくり丁寧。いいよ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 。これフィーバーそろそろ入りたいな。そろそろ。おお、いいんじゃないいいんじゃない、たっぷり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 。これワンチャンあるくない？ただダメージカットこれ持つのか、これ持つのか。これイケメン系打って、オッケーオッケー。真ん中真ん中真ん中。普通に行こう。よし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 。はい。ベニマルして、これ2発いけんじゃね、生き延びろ !2 発。あ、ダメージカット効いてるわ。生き延びろ。あ、いけるな、封印4でも。オゲイ、あ、意外といけたね。意外といけたわ。オゲイ、よし、まあ、そんなに、まあ、でも攻撃力アップはちょっと強くなきゃダメだけど、まあ、他のが強ければいけるチャンスありだね。うん。他のが強ければいけるチャンスありです。ラストかな。行きましょう。NEXT。一番右。最初に言ってた、おはじき9回クリアしたらゲットできるジークです。めちゃめちゃ弱い。見てこれ、もうバックドロッパーニャオスに犬におまっちゃん。ずるすぎるんだけど、正直これでも多分勝てないね。俺は勝ったことない。さっきちょっとやったけど、あ、俺は勝ったことない。もうそのぐらい弱い。はい、行きましょう。まあ、ただ年中何が起きるか分かんないから全力でやるけど、全力でやるが、で、あ、落ちてきてるね。落ちてきてる。はい、繋がりやすい。チープや。いいよ、いいよ、いいね。なんか調子いいね、調子いいね、調子いいね。ただ、これ受けるダメージも、受けるダメージも結構でかいんで、そこら辺を気をつけながら、ながら、ジークを真ん中に集めて、そして、ここでフィーバーだな。ここでフィーバーだ。オッケーオッケーオッケー。もうワンチャンか。いやでもこれ多分全員 G で言っても無理だと思うんだよね。待って、犬いない、犬いない。犬、いや、これは犬を先に撃つことにより、真ん中のバックドロッパーニャオスが膨らむという奇跡を、来てる。バックドロッパーニャオス行って、で、おまっちゃん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 行って、舞いましょう。行くぜ、俺のジーク。
ね。しかもね、これサボりなんよ。サボりだからね、これ消してもたまんないんよ。死を待つのみよ。これ死を待つ。まあ、復活で、復活でちょっとたまるけど、まあ、撃っても意味ないしね。戦争って良くないよな。君はもう戦力外だわ。ね、無理でしょ。絶対480万は届かないね。もう本当にジークはいらない。間違いございません。まあ、封印マックスにすればね、それは勝てるけど。でもそんなこと言ったら、別に特殊能力なしでいいから、封印マックスだったら。だ本当にジークは、いらないです。はい。ってな感じで、ちょっとパパパってやっていって分かりにくかったかもしれないけど、まとめると、おはじきは7回、封印4個で OK というのね。はい。で、アルミン持ってれば、だいぶチャンスある。アルミン持ってればだいぶチャンスあって、リヴァイだけだと、まあ、他の妖怪強ければチャンスありっていう感じかな。はい。まあ、今回のイベントはそんな感じかなと思います。で、最初に言ったね、まあ、もうエレン仲間にしたけど、Y ポイントアップ。まあ、イベントでは強いよね。イベントで強くて、で、最初に言ったように、種族効果アップだからね。イベント終わってからも使えるキャラといった感じです。長いよ。リヴァイを使って3回クリアしよう。うい、9999994回クリアしよう。はい、限界突破マックス。きたきたきた。からの15秒以内にクリアしよう。え、俺と仲間になんか喋り出したけど。11体目喋り出したけど。3000ワイト。